コールオブデューティーブラックオプス3が大好きなみんな、こんにちは、平木美優だよ。今回はコールオブデューティーブラックオプス3がさらに楽しく、そしてさらに奥深く感じるためのカスタムを作ってみたから、みんな今回はたくさん勉強していってね。まずマップは大人気のコンビニだよ。 TDM モードで遊んでいこうと思います。ん、なんかメッセージが来そうな予感がするけど、きっと気のせいだね。ヒラギ、お前誰やねん。はい、このゲームの一番大事なのは敵に見つかる前に敵を倒すことだと僕は思います。これができればどんな方でもしっかりと戦うことができるから、みんなたくさん勉強していってね。今回使っていく武器はサブマシンガン最強のクダだよ。さあ、敵に見つからないようにこっそりと暗殺をしっかりとしていこうと思います。敵に見つかったら打ち合い厳しいから、見つからないように、見つかったらこうなるから、みんな気をつけてね。まず敵にワンデスされたけど、ここからさらにどんどん成績を伸ばしていくつもりだよ。敵がどこをどのルートを通ってくるのか、しっかりと想像しながら戦うのが大事だよね。そしてここリスポーン位置、あ、敵が思ったより来るのが早かったね。ああいう時は隠れて敵を迎撃するのが一番強いんだ。みんなも勉強してリスを迎撃する術を覚えてみてね。まず1体しっかり倒して、敵がいたからそれをケツを掘るように撃っていくよ。後ろからケツを掘られそうになったけど味方が助けてくれたね。ここは体力を回復しようと思ったら敵が来たよ。リスポーン位置だね。ここはさっきと同じミスをするのは FPS では致命的だから、僕の真似ワッツ、あぶれよおい。ここは透明になって有利を取ってから、さあここは HP を回復するんだ。攻め手を投げ、危なかった。ここリスポーン位置だから敵が出てきそうだね。しっかりとクリアリングしながら攻めよう。まずはやっぱり隠密行動が一番大事。隠密行動をするために一番大事なのは敵がどのルートを通って進行してくるか想像することなんだ。こっち来そうだね。右か左だ。いすぎなんだよな、いすぎなんだよな、いくらなんでもな。ああいう時はまあ正直コンカッション食らってたからどうしようもなかったけど、でもできれば一旦た、今のはねうんちだね。みんなうんちはどうしようもないからうんちだよ。このまま攻めていこう。正面通るのはサブマシンガン危険だからあんまりやんない方がいいけど、こういうね迎撃もできるからたまにはいいんじゃないかな。おら、どうだよ俺の力。さあここは、あ、敵がいたね。でも左も来てるよ。ここ怖いな。ここ攻め手投げて伏せよう。隠密が一番大事だから、フィールドに合う服装をしっかりと装備してくるのが大事だね。こうやって迎撃して透明になれたら一気に攻める。これが本当に大切なんだ。うわっ、ダボケオ。カウンター UAV と UAV が出たらすかさず使おう。まず初心者の方はキルストリークを出すのはとても大変だろうから、軽いポイントのストリークを持ってくるのがいいよ。あ、ここどこ、あ、あ、あ、思うようなプレイができない、そんな時もある。だけど諦めないでプレイしてほしい。こっちから来そう。あ、でも右も怪しい。味方が超打ち合って、ナイス味方、いいよ。味方との連携大事だよね。あれで味方がやられてたとしても俺のキル数になったから超うまかったよ。うわっ、こうやって敵にダメージを与えて自分が自殺してしまうと相打ち状態だから、みんな気をつけよう。こういう風に敵の超うざい攻撃を食らったら伏せるのが一番大事だ。ここで敵を迎撃しよう。そのコンカッション当たらないね。そして透明になって一気に詰める。コンカッションプリーズ。攻めてクソ投げて
迎撃だ、倒せない。でもかなりいいスコアが出てるね。 UAV が出たからすかさず味方を援護しよう。あ、ちょ待って、セムテックス、こういう時はセムテックスを投げて身を隠して体力回復だ。ああ、バレちゃしょうがないよ。バレないように隠密行動するのが一番このゲーム大事なんだ。ショーラー、いやだから HXT は NG。 ああいううんちみたいなキルストリークは避けられない時もあるから諦めよう。張り付いた、張り付いた。セムテックスの模範的な使い方だね。たとえキネティックアーマーを装備していても敵は爆発には耐えられないから、一撃粉砕、粉砕玉砕大喝采だよ。ちょ待ってよ、ちょ待ってよ、お前少し冷静になる時間が必要みたいだ。お前お前お前、さっきからほんま何やよ、ほんまに冷静に立ち回ろう。敵がどこから来るのかもう一度想像し直すんだ。予想外です、しかもその動きマジで予想外です。危ないよ本当に。さあショットが連射してるうんちがいるから、そいつはトイレに流してあげよう。はっ、こっちめっちゃおるやん敵。うわ、成績はどんどん落ち込むばかりだね。集中力が途切れてきた時は一旦ゲームを休憩するのは大事だよ。こっちから敵を迎撃しよう。このまま勝ち切るんだ、組んだろうら、攻めてーく、おら止めんなって、倒してすぐに戻るよ、敵がいたからね。無理に攻めてやられるくらいになったら攻めない方がいいよ。このマーシャルっていう、マーシャルだっけ、うんこショットガンハンドガンはマジでうんこだからみんな使っちゃダメだからね。あとゴーゴンっていうライトマシンガンもマジでうんちだからみんな絶対使っちゃダメだよ。はさあ残り3キル、一気にラスキルを決めてこのゲームの主役の座を奪っちゃおう。ショーラ、ダメみたいですね。今回は27キル18です。レシオは 1.50 でした。正直隠密行動なんてできないからみんな正面の打ち合いを鍛えるのが大事だと思ったよ。特にコールオブデューティーブラックオプス3はインフィニットオフェアと違ってキルタイムがちょっと長いし、マップが3本のルートのマップがめちゃくちゃ多くて、正直マップはマジでクソだなって思うけど、それでも打ち合いは長い時間打ち合いができるから、男と男の魂の会話はみんないっぱいできるんじゃないかなって思います。正直隠密行動するなら IW の方が向いてるかもしれないね。ということで今回隠密行動に適したとは言い切れないけど、僕のおすすめのカスタムを紹介したいと思います。ロード長くね、ロード長げって、おい長いんだよな。あ、いいね。今回使ったカスタムはこれ、クダ ELO サイトグリップ拡張マガジン、アフターバーナー早技ハードワイヤーブラストサプレッサーだよ。正直ハードワイヤーやめてあのパークサングリードをつけてサイレンスつけてもいいかもしれないね。だけどまあとりあえずあの足音聞く人 BO3 そんないないような気がするから、うん、なくてもいいんじゃないかな、あった方がいいよ。ということで最後にやっぱりこのゲームの肝レアドロップを引いていきたいと思います。はい、カスコミお疲れ、はい、お疲れ。こういう風に暴言を吐くのはみんな良くないから気をつけよう。ということで今回は勉強になったかな。お疲れ様でした。